到着しました。お疲れ様でした。はい、今回ですね、夜間の高速で全車速のグルコの方ですね、使ってみます。で、今オートハイビームがついたり消えたりするんですけどね、ロービームに設定してオートハイビームにしている状態ですね。手動的にハイビームしたらこんな感じなんで、こうですね。で、これロービームにしてオートハイビームの状態で、で、早速クルコの方ですね、使ってみます。前のステアリングスイッチに慣れてるせいか、新型のステアリングスイッチに慣れないんですけどね、ちょっとごちゃごちゃしてて、なかなか押しづらいんですけど、ここがクルコンの設定のスイッチを押して、で、右側に移ってセット、右下ですね。で、86で、もうちょっとスピード上げて、よいしょ、まあ90にしときましょうか。時速90キロにセットをして、で、もう交通量が少ない夜間というか、もう3時過ぎなんですかね。で、夜間もきちんと車線も認識できているのか、センターラインに寄ってみると、車線スタートの警告灯がついて、で、左側に寄ると、そうですね、インフォメーションディスプレイの方に警告灯で警告音が鳴りますね。このオートハイビームが微妙ですよね。ついたり消えたりするんで、きちんと探知できてないですかね。まあ、ベースグレードでも LED ヘッドライトなのはありがたいですよね。他のメーカーだったらベースとか、まあ、ヤスクロスに至ってはもう本当に中間グレードでもハロゲンですからね。ベースグレードでもオートハイビームで LED ヘッドライトなんで、まあ、フォグはついてないですけどね、まあ、そこら辺ホンダの車はコスパいいですよね。で、またセットして、今回ですね、夜間の高速で全車速のクルコの方ですね、使ってみます。で、今オートハイビームがついたり消えたりするんですけどね、ロービームに設定してオートハイビームにしている状態ですね。
手動的にハイビームしたらこんな感じなんで、こうですね。でこれロービームにして、クルコンの設定のスイッチを押して、で右側に移ってセット、右下ですね。で86で、もうちょっとスピード上げて、よいしょ、まあ90にしときましょうか。時速90キロにセットして、でもう交通量が少ない夜間というか、もう3時過ぎなんですけどね。で夜間もきちんと車線を認識できているのか、センターラインに寄ってみると車線逸脱の警告灯がついて、で左側に寄ると、そうですね、インフォメーションディスプレイの方に警告灯等で警告音が鳴りますね。このオートハイビームが微妙ですよね。ついたり消えたりするんで、きちんと探知できてないんですかね。で、またセットして、でまた90キロにセットして、まあベースグレードでも LED ヘッドライトで、あとホンダセンシングはですね、全車グレード問わず同じ装備類なんで。まあそこら辺差別化がなくていいですよね。他のメーカーだったら安全装備類に差別化が図られてるんで、まあグレードによって、まあそこら辺ホンダに関してはグレードによっての安全装備類の差別化はないんで、まあそこら辺はコスパいいですよね。でオートハイビームに関しては、まあ性能は微妙なんですけどね、さっきからついたり消えたりするんで。でクルコンに関してはスムーズですね。加減速はスムーズになって、でマイナス長押しで一気に10キロですね、減速して、で長押しプラスで一気に10キロですね、加速して、まあ本当に静粛性とかも上がってますね。乗り心地も良くなって、視界性も良くなって、ガソリン車でこれだけ静粛性高かったら、もう EHEV に関してはもっと静粛性は高いと思います。まあほとんど売れ筋は Z だと思うんですけどね。でキャンセルをしてここですね、X とかに関しても EHEV の X も微妙な立ち位置で、でプレイに関しては納車遅いですし、必要以上の装備類が整ってるんで、そういうこと考えたらやっぱり Z が一番おすすめですよね。科学的にもコスパいいですし。はい、ということで今回夜間の高速で全車速のクルコンの方を使ってみたでした。